違うか、ね、はい、皆さんこんにちは、ジョジュでーす。今日は、稲沢市にある、まあ、南にある、先ほどは何神社だったっけ、あ、藤山神社だったっけ。でそのちょっと斜めにすぐこれありまして、あの日吉神社、日吉神社ね。てか、あ、歩いてもう3分、1分のとこに、すぐそこまで神社が、おかしいな。まあこんなことで、まあいいなと思って、まあ、こっちは、さっきと違って、さっきのところは古墳、古墳と合体してるところですけど、ここは神社だけですね。はい、でまあ今ちょっと、コロナウイルスで今大変な時だもんで、こういう今僕んたは、人があまりいないところに今いないって全然見てねえもん、人おれへんもん誰も。で今ビデオ撮ってもらったのはサポーターの都市楓原君です、じゃあ僕と代わりましてちょっと中入っていきましょうか。じゃあ私のおかげです。皆さん全集中でお願いしますね、はい。はい、孫社、日吉社、まあ日吉神社です。はい、と、例のことでこの入り口にはこういうポールが、旗を立てるポールがまずありまして、神社だもんで、鳥居が必ずあります。で鳥居のない神社またな、1回だけね。あとな、ああ、いっぱい。で両サイドにこういう灯籠がありまして。でここは縄が低いな。多分正月に向けてかな。これは多分縄がありました。で鳥居の縁を歩きまして、あ、ととし君なんて書いてある？そこに多分作った日付が書いてあるはずだけど、普通だったらないか。最初あ読み。あ、大正は大正か。じゃあさっきの向こうと一緒やね。その後ろのこの木ですね、この紅葉が。ああ、この、かなり楓の紅葉すごいね、これ。楓原やね。ああ、これ楓原やで。ああ、都市楓原やな、まさにこれや。ん？ああ、そうやな。これ、楓原と俺。ほんと、赤いもの同士やね。楓原。昨日も今日も俺と一緒にトシ君はなんか赤い服着とるもんで、あ本当に俺どっかに行ってもすぐ見つけられます。はい、ああで例のごとくあの神社の神様の前に多分ここで太鼓を叩いて祭りする。違うって、ここで子供相撲したりよって、歌舞伎やったりやってなんこの孫社とかになると必ずこれあるんですよ。なこれこういう舞台みたいなところはな、中がなんかレレ不思議やな、これ子供相撲あったり歌舞伎あったりするできる。じゃあ、どっちから渡っていこうか右から渡っていくか。あとライブライブできるよ、これライブ大変な、周り家もねえしな、長部たちとかあれだろ、人数とかでライブしたろ、全部の方で。あれあそこあれと一緒やで、これがガラスが割れてるけど、ろうそく立てるとこですね。あれで狛犬が両サイド。あ、ほんと。それはない、それはなかった。孫社で、そうかな。あと、賽銭箱と、あ、これが松明のとこやね。ほんで、あ、常夜灯か、これ、両サイド。常夜灯。で、これが、真正面にあるというのが、本堂ですね。でこのまた右から回ってきますけど、右に回ってますけど、これの、本堂の後ろには必ず神様がいる、お宿っていうかね、造りのこれですね、ありますね。はい、あ、古いもんでこれ、鉄柱で、倒れんように一応なってますね。で今後ろの方回ってきました。あ、これが神様ね。ん、
これは何だろうね、木がたくさんなんか置いてあります、はい、ちょっと意味が分かりませんけど、なんか神社にはこういう、うん、木が、あるとこがたくさんありますね。で今ぐるっと回って、反対側の方に来ていますね。でも、うん、戻っていきます、うん、あれとしくんはいますか。はい、いました。狛犬のとこいました。常夜灯って書いてある。常夜灯やろ。常夜灯でも灯籠でも一緒、いいんじゃないかな。あ、私は名前は常夜灯なんだ。この綺麗な、これ全部どんぐりやな。ああ、トシ君が今言ってますけど、このプチプチ、このちょっと見えるかな、みんな、うん、今トシが手に持ちましたけど、これどんぐりですね。ああ、これあれやな、これ全部どんぐりですね。長細いどんぐりだな、これこっちプチプチって見えますよね、皆さんがこの画像で。これどんぐりです、はい、全部。あ、これどんぐりっぽいな。でもどんぐりもあれ食べれるんだよ、うん、あの青臭いとるからな。いや、実家に昔どんぐりの木があって、ね、うん、ちょうどこのぐらいの大きさで、最初に移したあん奏はこれですね。あ、楓か楓、紅葉の楓で、まあこれでと、まあ損者は大体こんなぐらいの大きさが一番多いです。ただここはあの手を清めるとこはなかったっていうことですね、うん、あ、鳥居のちょっとよいしょでくぐりまして、じゃあ閉めますね、ここで。はいはい、トシ君何、ま、あれ、ま、ま、またどんぐり取ってもらう松ぼっくりもあるよ、トシ君。松ぼっくり身は入ってない。あ、はい、今、はい、トシ君とかありました、うん、はい、皆さん全集中で見たでしょうか、うん、まあ、集中してない、まあ、この、稲沢市の南にある、吉神社、尊者吉神社の方に、うん、今日は2軒目ですね、神社は2軒目、ということで、また次もありますんで、ですけど、まだよろしくお願いします、で、またよかったら僕の所持のチャンネル登録の方も忘れずにお願いします、うん、ではまたお会いしましょう。所持でした。全集中、うん。